機種編がねできました。初めてこっちでやるショールームでも、なんかキューピット金のキューピットかまちゃんありがとうございます。まだ写真がね送れてなくて、全部なんかどうやっていいか分かんないんだよね。そうだから今模索中、まだまだやってる昨日もなんか機種編全然できなくて、なんか2個やり方が出てきて、1個目のやり方でできなくて、なんか3回ぐらいやってもできなくて、めっちゃ時間かかって、画像で送られてこないんだよね、あの送られてこなくて、今さこれ外画面これにしてたの、だから新しいのどうしようって感じ。これだったんだよね、可愛くない、可愛いでしょ、これだったんだけどどうしようか迷い中、これからどうしようね、画像どうしよう、どうやって送ろうって感じ、迷い中です。こんばんは、え可愛いでしょ、そう可愛いんだよね、うさぎ、うちが作ってくれてるの、ありがとう、いいでしょう。でもこれとはお別れ、これとはお別れです。画像がね転送されない、お別れ、えでもコンプラウサギもね取っとくよ、あとなんか違う種類のやつはまだ家にいる、サイリウムファン、あよかった、公園帰りお帰りなさい、金のだるまありがとうございます、紫のだるまありがとうございます、そうめっちゃいい貼り方してたの、おんぱありがとうございます、ピンクのおんぱもありがとうございます、金色のだるまありがとうございます、結婚してアクタリです、あ金のタコちゃん2匹ありがとう、ホーム画面はこちら、夢に出てきた、お邪魔しました、金のだるまありがとうございます、たくさん、昨日推しの生誕祭落選29の当落が出たのか残念、また来てください、制服の目公演5日もねあるのかな、多分多分5日もあるので来てください、金のだるまありがとうございます、金のだるまありがとうございます、こんばんは、こんばんは、目初めてか、目初めてか、そうか、お楽しみに、お楽しみに、どうかなまたね、じゃあ S の時とは違った私が見れるかもしれません、てか違う私ですので楽しんでください、今日寝れないかも、今日は寝て、まだまだ今日は寝て、目行きたいと、着なよ、気持ちに正直に生きよう、スライリー、スライリーってあれか、水色のやつか、金のハートありがとう、金のハートもあるんだ、金のハートありがとうございます、こんばんは、
金ハート。こんばんは。こんばんは。前日に、あ、そういうこと？ねえ。お頼み楽しそう。コクハの布教をお願いします。ぜひぜひコクハの布教をよろしくお願いします。楽しそう。お頼み、お頼み楽しそうだな。輝いておすすめ、お、ありがとう。布教をお願いします。ぜひぜひ。お風呂上がりすぎる。ホット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 。髪が誘導来てくれるかな誘導。でもあれじゃない、みんな二押しの方とかいるんじゃない。もうこんばんは、もう二押しが存在しててとかなんじゃない。こんばんは。今日も可愛いね、ありがとう。 SKE では一押し正直でとても良い。 SKE ではね、ありがとう。サンキちゃん、サンキさん、 STU サンキさん、昇格決まりましたね。4人、入試には勝っちゃう。あさっての公演よろしくお願いします。そうなんだ、入試って一応し、そうなんだ、ちょそれは知らなかったな。ねえ、あ、そうなんだ、そういう感じなんだね。推しが分かんないんだよ。石原さんですか。うわ、それはそうなんだ。金のだるまありがとうございます。嬉しかった、よかったね。僕は違う。ここはどうだろう。一押し、どうなんだろう。わかんないわこんばんは、こんばんは。金のだるまありがとうございます。推しに順番は、あ、なるほどね。逃げ、逃げです。推しに順番、まあね、順番、順番つけるもんじゃないよね。新しい気になる面が一気に一押しになる。ああ、そうなんだ。12期の中では、中でもっていうか一番背高いですよ、12期の中でも。いや、 SK の中ではちょっと分かんないですけど、細かくは細かくはちょっと分かんないんですけど、まあ一番高いかなみたいな。一押しが卒業する頃には、これ何、彗星、彗星のごとくに押しのける子が現あ、実体験だから、まあそう、実体験してる人が言うならそうだよね。そうなんだ、彗星が君江さんってこと。いいね、あ、まさに彗星、彗星君ちゃんですか。いいね、彗星合ってるのかな、読み方が、読み方合ってるか分かんないけど、彗星存在感。一人で好き面はいっぱいという、あー、そういうことね。好き面、あ、彗星合ってる、すごくない、彗星読めた。レス送ってる子が好きだから目で順位変わる。やば、コクハは一番じゃなくなるんだね、なくすんだね彗星キミちゃんすごいね、いいね。彗星劇場公演を見て、あ、そうなのね。
芽吹きね。オッケー。芽吹きね。こんばんは。芽吹き了解。こんばんは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 。運よく劇場デビュー、嬉しい。劇場デビューの日にさ、そんなね、気になってくれるなんて嬉しいな。自分の一押しが誰か、あ、そうなの、そういうタイプもあるんだね。金のだるまありがとうございます。なんか今日初訪問の方多い気がする。そんなマック行っていいな。マックまだあのチーズの方の油淋鶏食べてないんだよね。いつか食べたいと思いつつ食べてない。いつまでなんだろう、期間中には。だってさ、なんか竜田はさ毎年出るけどさ、そのもう一個の方はさ、その1年になんていうの、来年は多分違うやつじゃん。だからね、食べとかないと。写真撮って、ポスト待ってます。チーズ、あー、チーズ抜きいいね。一押しの存在重要。まあそりゃそうだよね。そりゃもう。こんばんは。こんばんは。5月下旬。5月下旬ね。芽吹き怒ってんじゃん。あ、5月、あ、じゃあまだ結構あるね。で、5月になってからでもいいのか。じゃあ余裕か。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか今日めっちゃ初訪問多い気がする。なんで？なんで？謎に。余裕。ああ、そういうこと。いや、5月下旬までには。まあね、ノーマルが好きだからね。わかんない。ゴールデンウィーク、ああ、そういうこと。お仕事休みだよみたいな。暇だからショールーム見るよみたいな。初見コメントありがとうございます。自動飛び飛びサービスかな。いや、でも飛び飛びサービスほどは多くないんだよな。なぜだ。芽吹きも多い。芽吹き多いの。それは分かんないよ。月見、月見、これ卵そんな好きじゃないから一回も食べたことない。卵がね、そんな好きじゃない。え、今日からゴールデンウィークなの。まだゴールデンウィークじゃなかったんだ。知らなかった。ちょっと私はあれだわ、機種変の写真問題をどうにか解決したい。どうにか解決します。なんかさ、こっちからこっちのエアドロがなんかさっきできなくて、そう、今日から9連休、10連休の人もいるのか。いいね、10連休。写真立つた。でも毎日食べるよ多分。え、 NJT さんで次発表した方がいるの存じてなかった。そっか、地元か。新潟ですよね。新潟だったよね。大阪行ったら人多すぎて。ゴールデンウィークやっぱ人多いんだ。宿り気化してる。いつの間にかお台場にいました。お台場。やば、15分経っちゃった。だからちょっとなんか写真をさ、こっちに転送するまではさ、あの、送れなくて。そう、だからちょっと頑張りますね。写真の転送をちょっとどうにかやってみたいと思います。頑張って。こんな大変だったっけって感じ、機種編。でもなんとか試行錯誤したいと思います。では15分経ったのでそろそろ終わりたいと思います。
ゴールデンウィークは休みの方はゆっくりしてください。年に4回ぐらい、2月遠いよね多分。お仕事の方はあのゴールデンウィークじゃないと思って頑張ってください。おやすみなさい。バイバーイ。